運んできました。ストークでーす。ミッション18、パークの火事を消そう。水の力を使ってパークの中に燃えている火を消しましょう。それじゃ出動しましょう。お、あれ見て、何か燃えてる。大変、あっちだけじゃないよ、向こうでも火事になりそう。偵察ロボットが暴れて壊れた機械から火が出たんだよ。任せて。これじゃみんなが避難できないわ。ここは私に任せて。ここは私が水の力で火を消してくるわ。うん、頼んだよ、しずかちゃん。ロボットは僕が引きつけ、受ける。アクアビームって攻撃できんのかな。ロボットはいなさそう。敵もこの辺にはいなさそうだね。あ、倒せるじゃん。しずかちゃんでも倒せる。全然いける。オッケーオッケー。火を消そう。よし、火消した。あと3箇所。アクアビーム攻撃にも使えたと。ドラえもん使っとこうが一番ね。ドラえもんね、二人でやるステージだからね。ドラえもん任せて。オッケー交代。赤ビームで回復。オッケー、回復というか解決。アクアビーム万能。お、ドラコイン3枚集まった。もう一回、あと1箇所。よし、 OK、 全部消した。ミッションクリア、オッケー。金のドラコインを手に入れたや。すごいや。火が全部消えたみたいだ。いいぞ、しずかちゃん。さあ、皆さん、今のうちに避難してください。はい、ありがとうございます。皆さんもどうかお気をつけて。ミッション19、壊れた電気を修理しよう。電気が壊れた場所を探して修理しましょう。よし、出動だ。おい、どうしたんだ。場所ダメだ、繋がらない。え、どうしたんだろう。おーい、何があったんですか。あ、銀河防衛隊の皆さん、それがどっかのエリアがいきなり真っ暗になってしまったらしくて、場所もどこだかわからないんです。まだ人がいるはずなんですが。うーん、真っ暗ってことは停電かな。でも他の電気がついてるよ。僕は電気が故障したんだと思うんだけど。よし、じゃあスネ夫が直せるな。早く助けに行こうぜ。え、でもロボットがちょっと行って電気を修理してくるだけだと簡単だろ。行くぞ。さあ行くぞ。助けてー。はい、じゃあ直しに行きましょう。壊れたところね。ここにはマークがないから多分ここにはないんだよね。ここもない。あ、まずいまずい。あ、倒せる。いや、でもドリアタックで倒せるわ、敵。じゃあ大丈夫。必殺のドリアタック強いね。4箇所ある、ここに。あ、ここ真っ暗だ。
真っ暗だから、あ、ここで壊れてるね。よし、完了。あと5箇所か。こっちの奥だね。この奥に1箇所あるから、あった。よし、あと4箇所。ここに2箇所あるから、次のところにあと何2箇所かな。よし、オッケー。あ、光ってる。あとはここだね。あれ、この辺にあるはず。あったあった。ドリアタックじゃない。よし、オッケー。引っ張ってる。よし、あと2箇所。敵がいる。やっつけろ、ドリアタック。ドリアタック強い。よし、手裏中。はい、キャップ、ドリラダック。よし、集中。オッケー、ミッションクリア。お、電気がついたぞ。ありがとうございます。いい感じ。これでみんな逃げられるね。やったですね。よ、まあね。ミッション20、パークから脱出しよう。4人の力を合わせて障害を突破して、導きエンゼルを頼りに出口を目指しましょう。しずくちゃん、そっちに誰かいた？大丈夫よ。もう向こうには取り残されてる人はいないわ。うん。残っているのは僕たちみたいだな。よし。よし。じゃあ僕たちも脱出しよう。敵がおる。その方向ではありません。あっちだな。敵がいるから。ドラえもん。伸びたにして、そっちでいいんだね。うん、オッケーオッケー。矢印の方向進む。あっち？あっちって書いてあるね。あそこが出口か。え、あれってどうしてまだ人こんなに？ゲートが開かなくて外に出られないんです。電子ロックがかかってるみたいで。じゃあ僕の出番だね。スネ夫を任せた。おっしゃ、クリア。オッケー、ミッションクリア。いいっすね、順調順調。ゲートの奥にもう一つゲートがあるよ。なんだって？ゲートが二重になってたんだ。これを開けないと外に出れないぞ。任しといて。大丈夫、僕に任せて。スネ夫のパズル。パネルを回して回路をつなげるゲームです。パネルアタッチすると右回りに90度回転します。制限時間内にスタートかゴールまで一本の回路になるようにパネルをつなげましょう。はい、はい、オッケー。わかった。
簡単さ。クリア。すごいや。やった、ゲートが開いたぞ。さあ皆さん早く外へ。